ショートは、雅楽などで使う感楽器の一つ。フリーリード類に属する。同様の楽器が、東アジア各地に見られる。中国名、ション。ショーを吹く源の吉光を描いた、足柄三月、月岡吉都市、月百姿シ章の演奏ショーを炭火で温める、携帯用の小専用の電気コンロ日本には、奈良時代頃に雅楽と共に伝わってきたと。 考えられている。その形は翼を立てて休んでいる方に見立てられることから、章は別名として大鳥章とも呼ばれる。腹部を振動させて音を出す。音程は甲の固有振動数によって決定し、疾患で共鳴させて発音する。パイプオルガンのリード感と同じ原理である。基本的に疾患には平常と呼ばれる長方形の穴があり、 共鳴管としての管長は全長ではなくこの穴で決まる。そのため見かけの窒感の長さと音程の並びは一致しない。平常は表の場合と裏の場合があるが表の場合は装飾が施されている。指穴を押さえていない管で音が出ないのは共鳴しない位置に指穴が開けられているためである。ハーモニカと異なり、 吸っても吹いても同じ音が出せるので、他の吹奏楽器のような息継ぎが不要であり、同じ音をずっと鳴らし続けることもできる。押える、穴の組み合わせを変えることで、基本的なものだけで11種類のあいたけと呼ばれる、和音を出すことができる。通常の陶楽では、基本のあいたけによる双方が中心であるが、調子、音取り、サイバラ、漏洩では、 一畜や特殊なあいたけも用いる。高来学では用いられない。その音色は天から差し込む光を表すと言われている。構造上、呼気によって内部が結露しやすく、そのまま演奏し続けるとうに水滴がついて音項が狂い、やがて音そのものが出なくなる。そのため、火鉢やコンロなどで演奏前や前に楽器を温めることが必要である。 章の調律の際には、甲に、おもりとして、蜜蝋と松ヤニの混合物をつけ、その量を調節する。章の甲には、成石といって、クジャクを石を硯で吸った液が塗られている。これを塗る理由としては、甲の切り溝の隙間を埋め、息漏れを防ぐためと、水分を分散し、蒸散を促進させるためという二つの点が挙げられる。 また、象徴率用密炉や成績汁は市販されている。疾患はばらけないように金属製の帯で束ねられている。その帯は単なる輪でなく竹をあしらった彫刻がされている。また、帯が切り口に直接当たる最も短い線なり、との3本の疾患には疾患上部を保護する逆輪という金属のキャップが取り付けられている。 章に使われる竹は、本来は、かやぶき家屋の屋根裏で、長期間いろりの煙で、いぶされたものが使われており、そのような家が解体される時に、楽器製作者がもらい受けているが、そのような家屋自体が激減し、材料難となっている。そのため近年作られる章の内大部分は白竹で、作られた章であり、価格もすす竹のものの方が白竹のものより、 はるかに高く、人工ススタケで作られた章もある。画学における章の楽譜は、あいたけの名前を順に並べたものとなっており、章の章歌は、あいたけの名前と七力の旋律に近い音程で、歌われる。なお、平安時代の、元常を、章の、楽祖とする。元常とは、俗軍書類中漢元部所蔵の、大鳥章四伝総章によれば、 藤原元常のことで、その幸楽人である豊原家に継承されるが、豊原寺の時光父子が、源頼地下及び息子の源の義家、義光に伝授され、後に、義光が時光の嫡男である時元に、帰り伝授されたことが記されている。それを意識したのか、足利高氏も若い頃から章を習得し、官能の上乱後に、高氏に擁立された。 五黄金天皇も高氏に習って、高氏の死である、豊原竜明から章を習得し、その後歴代天皇の間でも、章を演奏するようになった。また、高氏を祖とする足利将軍家でも章は、将軍家の象徴とみなされていた。章は、本来の用途である雅楽だけでなく、明治期の宮城道夫以来現代邦楽にも自由に、使われるようになり、また現代では、 クラシック音楽の作曲家によって、管弦楽や室内楽の中で、あるいは、声楽の伴奏楽器として活用されることもある。章の合いたけは、洋楽からすると不協和音となるが、画楽調律の場合、むしろ澄んだ音色に聞こえる。クロード・ドビュッシーの和音は、ショーの影響が見られるという説もある。西洋音楽系の現代音楽では、画楽の楽器も、 国内外の作曲家によって使用されることがあるが、その中でも特に章は、そのような使用例が多い。ジョン・ケージの晩年の作品のワン・ューやツー・さんなども、章のために書かれている。章より1オクターブ低い音域が鳴るという楽器も、ある。これは、雅楽の伝統では、平安時代に一度断絶したものの、小僧院の宝物等を参考に、 戦後になって復元された楽器の一つである。現代において疎遠された作品や、新作の現代画学、例えば、眉積敏郎の昭和天平楽などで用いられている。中国には、北京語で、ション関東語でさんという、同じ、章の字を書く楽器がある。これは、日本の章より大型で、音域は、日本の章の倍以上あり、素早い動きにも対応している。 もともと奈良時代に、日本に伝わった時点では、日本の章もパイプのような吹き口が付属していたが、現在ではそれを外し、直接銅に口を当てて演奏する形に変わっている。また、朝鮮にも、伝統音楽に用いられる楽器として、見た目も、発音原理も、日本の章とほぼ同様の章孔という楽器があるが、音の配列が異なることや、 朝鮮の伝統音楽においては、日本の章の相いたけのように5から6音を同時に鳴らすのではなく、単音の旋律をそうするか、複数音を同時に鳴らすとしても2から3音程度であることなどが、日本の章と異なる点である。章は八音では、福部に属する。ラオス、対王国北東部では、章と同じ原理の経應という楽器があり、一節では、これが、 中国の章の原型であると言われる。音程は、竹の長さとは、無関係で、吹き口から向かって右側から時計回りに、以下の通りとなる。竹の長さの順位と押さえる指も合わせて示す。伝統曲で使われる章の和音を合いたけと言い,い、基本的には、以下の11種類がある。銃は総長の曲のみに用いられる。銃と行は五音で構成され、 他は六音で構成されている。十と、火を除き、構成音のうち最も低い音の感銘が、相竹なとなっている。行と七の音は、すべての相竹で用いられ、逆にゲーム音は、上の表の、どの相竹にも入っていない。現行の画学の演奏では、相竹を変える際には、全部の指を一度に移し替えるのではなく、手移りと呼ばれる、一定の順序に従って行われる。 おとどりや調子等では、以下の表のような合字による特殊な合たけや、ある二音を引き伸ばした上で、残りの四本の指で基本合たけを可能な範囲で、合成して構成された火星、また合たけではないが、佇みの合字等が用いられる場合もある。江戸時代の田安宗むの楽曲校などでは、当代の俗学の一等子の七世の律以内で、構成するのを原則としているとし。 次のように分析している。ここで現行の日本の章のあいたけは、太氏族一氏の火星が中心となっている。田辺久浦は、半音輪節を含まない、骨ツ、一行、十の六種は、共和音的であり、半音輪節を含む項、下、十、美、日の五種は、不共和音的であると分析した。大現象などの古文献には、 小符絵合だけとして、次のような一見愛だけに似た2音から7音までのものが挙げられている。それには、現在の通常の章で、音の出る15巻の名前がついているが、美とことの内容は同じとなっている。しかしこの、小符絵合だけは和音として見た場合、そもそも演奏不可能なものが半分以上を占めており、演奏可能なものの中でも五音以上からなるものは、こう。 七の二つしかないことなどからして、これについて、林健造は、相竹のように演奏するためのアオンというよりも、関と管の率の関係のあるものを吹き比べて、音を調べるかどうかの用を持つに過ぎないとしている。楽曲校では、現行の相竹のほか、現在の通常の章で、校が付けられていない経や、議官として用いた占い、とを、おとする相竹を、復元試作しており、 ここで、楽曲校では、占いは、こう、とは、ことの代わりに挿入されるとしている。またこれに関連して、林健造は、各人氏の相いの試案を作成しており、その中でけ、占いにあたる相いも作成している。ありがとうございます。